メンドーパークシビックセンター左、サンマテオ郡におけるメンドーパークの、地域右、カリフォルニア州におけるサンマテオ郡の位置。メンドーパークは、アメリカ合衆国カリフォルニア州北部、シリコンバレーに位置する都市。サンフランシスコから南東へ約 45km、サンノゼから北西へ、約 30km に位置し、サンフランシスコベエリアの郊外都市の一つとして、 富裕層の住宅地となっている。南東に隣接するパロアルト同様に教育水準が高く、二十五歳以上の住民の約七割が学士以上の学位を保有している。市の中心部から約二キロメートル南にはスタンフォード大学のキャンパスが広がっている。メンローパークには Facebook や SRI インターナショナルが本社を置いているほか、市の南東を通るサンドヒルロード沿いには、 ベンチャーキャピタルが集中している。人口は32,026人。地域面積は25平方キロメートルである。メンローパークの起源は19世紀中盤。デニス・ジェイ・オリバー、およびその義系、D.C. マクグリーンの二人のアイルランド人が購入した1,700エーカーの土地に遡る。1850年代、彼らは購入した土地の入り口に、メンローパークの名を冠した門を建てた。 面倒という名は、彼らの出身地であるアイルランドゴールウェイ県の面倒、村にちなんで付けられたものであった。1863年にはこの門の近くに、サンフランシスコサンのゼ鉄道の駅が設けられ、面倒パークと名付けられた。やがて面倒パークの街は、サンフランシスコに通勤するビジネスパーソンのベッドタウンとして、この駅の周囲に発展していった。1870年には、 郵便局が設置され、1874年には、市として正式に法人化された。市の北東のサンフランシスコ湾側には、高速道路規格となっている国道101号線が、また、南西の山側には、週刊高速道路 I-80 の支線である I-280 が通り、サンフランシスコやサンノゼへと通じている。市の中心には、カルトレインの駅があり、 サンフランシスコ方面や三ノゼ方面への列車が発着する。また、サンフランシスコ湾にはメンローパークと対岸のフリーモントとを結ぶダンバートン橋がかかっている。ありがとうございます。